断熱膨張のため航空機の翼に生じた結露凝縮は気体から液体への物質の状態変化であり気化の逆に当たるもの液化とも言うなお水循環においては大気中の水蒸気が雲や霧を生じさせる際の核となる微粒子を気象学で凝結核と呼ぶことから凝結という用語でしばしば説明されており水蒸気が 固体表面と接触することで凝縮した水滴が表面に吸着する現象は一般に結露と呼ばれている。気体から固体への直接的な相転移が起きた場合、その変化は凝化と呼ばれる。凝縮は気体体積内にある粒子の原子、分子クラスター形成であったり、そうした気体と液体表面ないし固体表面との接触がきっかけとなる。雲の中では、 大気中の微生物によって生成される、氷核タンパク質が、気体内し液体の水分子と結合可能でこの、触媒の役目を果たすことがある。寒い日に起こる、窓の結露凝縮は、一般的に、蒸気が、その飽和限界まで冷却されたり圧縮されて、気体の分子密度が、上限の式位置に達する際に発生する。凝縮された液体を集める、 蒸気冷却および圧縮装置は凝縮器と呼ばれる。表面の性質に応じて、そこに発生する逆方向の状態変化にはいくつか種類がある。間質系は空気中の水分蒸発を介して様々な大気圧と温度での凝縮速度を測定する。水とは水蒸気の凝縮による産物であり、凝縮とはこうした相転移のプロセスである。切り箱では、 液体が放射粒子に接触すると凝縮して飛行機雲と同様の効果を生じさせる凝縮が重大な構成要素である上流は実験室や産業科学での重要な応用である。結露は自然発生現象であるため人類が使うため水を大量生成するのにしばしば活用されている。空気井戸やフォグフェンスなど 結露からの水を集めることだけを目的に作られた構造物も多く存在する。こうしたシステムは多くの場合砂漠化が活発な地域で土壌水分を保持するのに活用されており砂漠化進行中の地域に住む人々に複水器について教育し現況に効果的に対処すべく支援を行っている組織もいくつかあるほどである。凝縮はまた霧箱の中で 粒子粒石を形成する際の重要プロセスである。この場合、入社粒子によって生成されたイが蒸気の凝縮に向けた核の中心として機能し、目視できる雲の軌跡を生じさせる。消費者及び産業による凝縮の商業用途としては、発電、海水淡水化、熱制御、冷凍、 空調などがある多くの生物が凝縮によって生み出された水を活用している。いくつか例を挙げると、オーストラリアのモロクトカゲ、ナミビア沿岸のゴミ虫玉子か、米国西海岸のセコイアなどがいる。雨による窓の結露建物建設における結露は、湿気、カビの健康問題、木材の腐敗、腐食、モルタルや石垣の弱体化、熱伝導の増加によるエネルギー損失。 を引き起こす可能性があるため望ましくない現象である。これらの問題を緩和するには、室内空気の湿度を下げたり、建物内の換気を改善する必要がある。これは例えば、窓を開けたり、換気扇をつけたり、除湿機を使用したり、衣類を屋外で乾燥させたり、調理中に鍋やフライご飯に蓋をするなど、様々な方法で行うことが可能である。 空気から水分を除去して、建物全体に空気を巡らせるのに役立つ空調、換気システムを設置するのも有効である。空気中に蓄えることのできる、水蒸気の総量は、温度を上げるだけで増やすことが可能である。しかし、家での結露の大半は暖かくて、湿気の多い重たい空気が冷えた、固体表面と接触した時に発生するので、これが、 両場の剣となる可能性もある。空気が冷やされると、もはやそれは、多くの水蒸気を保持できない。これは冷えた表面での水の結露につながる。セントラルヒーティングが冬に一枚、ガラス窓との組み合わせで使用される場合、これは非常に明白である。構造間の結露は、断熱の不備、または、欠如、熱狂、防湿志向。 断熱ガラスによって引き起こされる場合がある。ありがとうございます。